今回はね、こちらになりますね。これはコードっていうね、古い車なんですよ。まあ、1930年代ぐらいかな。昔アメリカにコード帝国っていうのがありまして。で、まだその頃の時代は日本では車なんて見たことないし、まあアメリカはその頃はすでに自動車大国になってたけど、まあそれでも、その当時車を買う人っていうのは中流階級とか、お金持ちの人しか、まあ、買えなかった。まあそういう時代だったですね。でそんな車をモデルにしたんですが、これが、マッチボックスなんですね。なんとマッチボックスでこんな大きいサイズのが、あったんですね。でこれは、どこだろうね、ちょっとね、イングランドとかな、イングランドって書いてあるね。ちょっと英語ちょっとしか英語読めないですけど、イングランド製ですね。でイングランド製って非常に珍しいんですけども、まあこういう風にね、なっておりまして、でこれも私値段調べたんですよ。したらこれ驚くべき値段にしてびっくりしたんですね。驚くべき値段で出すんですね、これね。で世界でね、これね、日本で調べてね、売ってる人いるかなと思って調べたんだろうけど、オークションではないですね、これ売ってる人で。ね、世界でっていうか、そうだな、日本全国で、たった2人しかいなかったっていうね、売ってる人がたった2人しかいないの。ってことは何人ぐらいの人が所有してるかは分かんなくても、まあ少なくとも世界を探し、日本中探してみても、まあたった2人ぐらいしか所有してる人がいないっていうことも、まあそういう見方でも見れるんじゃないかなってことなんですよね。まあそれだけこれ希少だったんですよ。こんな希少だったんかと思ってびっくりしたんだけど、まああるところのね、その本を売るだろうなんとらなっていうね、お店があってね、本じゃねえじゃねえかと毎度突っ込みたくなるんだけど、まあそこでね、こうまあちょっとこれいいなと思って買ってきたんですが、まあ仕入れてみたんですが、まあなかなかこれいいですよ。どうですか、これ売り物でございますから、ね、まあ、ちょっとそれなりの値段してしまうかもしれないんですけどね、まあ何しろ世界じゃない、日本でたった2人だけしかいないですから、ぜひもうお買い求めになってくださいって感じですね。でこうちゃんと動きますし、これはなかなかいいですよ。私は私で別にこのコードのやつはね、この車だけじゃなくて、もっとあれはホットウィールだったかな、あれも貴重なんだけど、それを確か1台持ってますよ。これよりもうちょっとサイズ小さいんだけど、それこそトミカサイズで持ってますね、このコードのやつ。だそっちの方はね、コレクションとして、ね、ご紹介できればかなと思いますけど、こっちの方はね、売り物でございますよ。めったに見かけませんよ、これ。日本中どこ探しといえども、もうたった2人しか売ってる人いなかったから。もうそれだけ数が非常に少ないというものでございます。ね。こういう掘り出し物。私ね、持ってる時あるんですよ。ですからね、ぜひね、買ってみてください。掘り出し物ってのはね、なかなかね、その売ってくださいって言ってもなかなか売ってくれる人が少ないんだよね、逆に言うと。それだけやっぱりほら、所有してる人からするともうそれだけ価値があるっていうことが分かってるから、やはりなかなかこう手放さないんですよ。で手放す時って言ったら、もう本人がもう亡くなってあの世に行ったか、あるいは、経済的な理由でとかいろいろあると思うんだけど、まあ、そういった理由かなんかで、売られていってしまったっていう、その2つしか、考えられないんですよね。だからそういう時ぐらいじゃないと、めったに買えないっていうね、これ貴重なものは。だからまあ先ほどのキャデラック同様も、こう貴重なものはなかなか買えませんのでね、ミニカーってこれどうなんですかっていうことも、最近そういう人もいるんだけど、実際のところミニカーってバカにできるものではなくて、決してバカにしてるわけじゃないですよ、それしか。ただそのすごいやっぱり高くなるってことですよ。まあ福祉の一部の福祉はバカにしてたけどね、ミニカーなんてそんなの売ってて、そんな大したお金なんないんだろうって、いやいや残念だったねってね、もうそれは俺はもうある意味ね、こう倍返ししてありましたからね。もう倍返したっていうかね、そうですかそうですかと、あなたたちはこのミニカーはね、そんなにね、ミニカーってそんなに売れるのみたいな、ところが売れるんだなみたいなね、ところが所有して価値があるもの、ミニカーとかコレクションであるんだなみたいな、知らねえんだよな、知らねえんだよ、
だからその一部の福祉の人ってね、まあ大体ね、福祉の人の中でもね、やっぱりこう考え方変えていった方がいいよね。そのもう障害者の人とか、こう発達障害とか知的障害の人たちは、要するにこれしか仕事ができないでしょって今まではそういう考え方だったけど、もうそんな考え方古いからやめましょうって話よ。もうこれからはね、その人たちの一人一人の才能を持った、要するに得意なことを生かした仕事、まあこういったものをこう応援するというね、まあこれからの福祉はそういったことを大々的にやっていかないとね、あれですよ、あのどん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 ある意味で言ったら時代から取り残されるし、新しいお客様も来ないでしょうしね、もう確実にそのどんどん行き詰まってくると思う。だから私のその福祉なんかもね、どこだかとは場所までは言えませんけど、多分もうかなり行き詰まってきてるんじゃないかな、多分だけどね。だけどもまあ、まずその発達障害の人の気持ち考えようやって、その人たちが望んでる仕事をさ作ってあげてくださいよ、ね、いつまでもこう線路をね作って、でその上にこう発達障害とか知的障害とかそういう人たちがこう電車に乗ってね、で進むっていう、そんなことをずっとやってたら、それはもうね、あれ例えが本当に悪い人だなと思ったけども、そんなことをずっと、そんなことをスローガンにやったって意味ないからね。結局怒り出すじゃん。だってそれは結局じゃない、なんていうんですかね、そのそれは障害者の人たちにいつまでも電車に乗ってんじゃねえやっていう風にある意味なっちゃうじゃない、ね、俺たち若い兄ちゃんたちが一生懸命線路作ってるのに、何であんたたち手伝わないんだっていうね。だからその時にその電車から降りてった知的障害とか発達障害の人たちが、じゃあ一緒にその健常者と一緒にね、その線路を作っていくわけよ、ね、駅から先が線路がないっつったら、でそれを作っていけば、結果的にそれをまた誰か別の障害のある方にこう教えることができるじゃないですか、この線路を作ってくださいねって。だそれが本来の福祉だし、それが本来の人間としての、まあ、ある意味生き方ではないかと思うんですよ。だから私はそのね、残念だ、これけなしでけなした福祉がいたから、それは残念だったねっていう感じですよ。あれは残念だよね。ねえ、だからちゃんとね、あのこれからのね、他の福祉の人たちも同様ね、もう田舎に行けば田舎に行くほどね、やっぱりその福祉っていうのがある意味こう充実してないっていうか、非常に遅れてる部分も確かにあるから、そこはこう見直しをしてね、亡くなった所長さんの言う通りで見直していって改革をしていった方がいいと思いますね、うん、じゃないと従来本来でこの人たちはこういうお仕事しかできないでしょうなんて思ってるとね、とんでもないですよ。あのこの人たちはだって草刈りしかできないでしょうとか、簡単なさ何あの内職ぐらいしかできないでしょうとかって思ってるかもしれないけど、いやいや違うよ、簡単な内職だけじゃないよって、ちょっと高度な技術が必要かもしれないけど、そういったことができる人だっているよ。パソコン使える人だっているし、スマホ使いこなす人だっているし、ね、そういった機械を通して音楽を聴く方だっていらっしゃるし、動画を作る方だっていらっしゃるんだもん。だそういう人たちの才能をどん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 こう見つけていってほしいな。それでこう福祉をそこに協力してもらえるとありがたいんだけどな。そこが福祉で、その福祉に対して言いたいところだなって感じなんだね。ついつい余計なこと喋ってしまいましたかもしれないですけどね。まあ、あの、福祉もね、頑張ってくれやっていうね。もっと頑張れよ、みたいなね。もう、ね。いや、私たちは今通り頑張ってますって、その一部の福祉は言うだろうけど、いやいやいや、違ってるよっていうね。だから、あの、頑張ってくださいっていう。もう本当に、本当に私が申し上げるんだ、それと。本当に申し上げるの。それで、それ一部の福祉はね。うん、あの全然頑張ってるっていうか、全然違ってた方向に行ってたからね、うん、もうそれを近づけていくためにはね、もっとあったその人の気持ちを分かろう ね、知的障害の人たちの気持ちをもっと分かってね。だってね、選挙で選ばれてるんですからね、国民の意見で成り立ってるんですから、じゃあ国民の言うこと聞いてくださいよ、ね、知的障害や発達障害の人たちの言うことをもっと聞いてみようよね、そういうことですよ。悔しいだろうね、これ聞いてたら悔しいだろうけど、まああのですよ、まあそこはやったのに悔しがるんじゃなくてね、そういうのねやってみてくださいね。というわけでね、どうもありがとうございました。